3日間エレベーターに監禁されて閉じ込められてみた。監禁されます。やっぱうまい。落ち着いてよ。12時間経過です。寝るもんくれ。びっくりした。じゃあ部屋もできたところで寝ますかね。すぐ寝るかどうかわかんないけど、明日も上がっても頑張りたいと思います。いやエレベーターで生活嫌いじゃない。全然寝られなかったの。いや、ほんとゲーム不思議なんだろうけど、全く寝れなくて、体痛いし、でも寝れてないし、でも寝てたらもっと体痛いのかも。寝ないで朝迎えちゃった。まあ、ちょっと寝たけどね。ほんのちょっとだけ。規則正しくなさすぎるんだな、最近。っていう感じで、次のミッションまで、なんかわかんないですけど、昼頃だと思うんですけど、適当に待ちます。あと一泊するのか。おはようございます。おはようございます。すげえな。マジ生活してんじゃん。エレベーターゴミ箱みたいになっちゃった。俺ね、寝てないんだよ。あ、寝てないの。ゲームやってたのはもちろんなんだけど、なんか不規則な生活すぎて、しかもさ、なんか暑かったから寝れなくて、ほぼ一睡もしてない。辛いっすね、それは。辛いっす。そんなきょんちゃんにミッションのお時間でございます。ミッションの前に、とりあえずそこの引いてある布団や没収没収でございます。24時間だったらもう終わってんだよ。3日間はきついよ。ミッションやっちゃいますね。あ、もしかしてクイズ系だ。素晴らしい。さっきその辺で動物って聞こえた。声がでかすぎました。三択クイズエレベーターの回で回答。動物のことについて問題を出します。そこにエレベーター3つボタンがありますね。三択問題で123で止まるってことね。そういうことです。ではもう準備はよろしいですか。はい。では第1問。心臓が3つある生き物はどれ。1番クジラ、2番イカ、3番アザラシ。さあどうぞお考えください。心臓が3つある生き物ですからね。これだと思った回に行ってください。やべえ、本気でわかんない。1がクジラ、2がイカ、3がアザラシ。アザラシ、はい。どれも聞いたことありそうなんだよ。チクショー。まぁ、ちょっと変に裏を考えずに。はい、OK です。お、じゃあここになりますよね。はい、はい、扉閉めました。ご飯獲得できるのか。なんか昨日の夜食べてないじゃないですか。なんかこれさ、嘘とかじゃなくてさ、本当にお腹空いてないんだよね。別に食べたいなっていう欲がそんなないんですよね。おふざけする余裕もないよ。なんか頭がクルクルしちゃってさ。24時間だったら終わってんだよ、ちくしょう。でるでるでで、でるでるでで、でるでるでで、で、でんでけでけでけでつ、でんでけでけでけでつ。心臓が3つある生き物か、すげえな、それ。じゃあ、行きまーす。イカだろ。ああ。イカであれ。イカであれ。正解でございます。おー、すごい。さすが博士。よかった。なんかさ、こういう時ってさ、アザラシとかクジラとかさ、ちょっとひねりたいなとか思っちゃうじゃん。そうくるってことはそいつらかなとか思うじゃん。はい。よかった、シンプルなイカで。実はですね、タコの心臓が3つあります。それは知ってる。素晴らしい。どうぞ、正解の朝食でございます。何ですかこれ。軽食ですね。フレンチトースト、かわいい。フレンチトーストいただきました。では、次の問題よろしいですか。あ、まだ。第2問。次のうち、本当にある恐竜の名前はどれ。マジか、次だわ。1番、ゴジラサウルス。2番、デジモンサウルス、3番、ポケモンサウルス。さあ考えてくださいね。本当にある恐竜の名前ですよ。それではスタート。視聴者の皆さんもですね、予想コメントお願いしますよ。クイズ。じゃあとりあえず閉めます。はい。閉めたらすぐ押します。はい。いや、そんなやついなくね。全部意味わかんない。恐竜好きだけどさ、ポケモンサウルスとデジモンサウルスはまずねえわ。消去法でいこう。1番だろ。いや、ポケモンサウルスとデジモンサウルスはふざけすぎでしょ。だって誰だ考えたやつ。まだゴジラサウルスの方がいそうっていうだけだよ、これ。はい、お見事、正解でございます。いや、ポケモンサウルスとデジモンサウルスはねえだろ、絶対。いや、お見事。食べ物があるの嬉しいかも。いや、寝てないからね、頭吹っ飛んでて、ね、お腹空いてないんだよ、全然。まだごゆっくり、その中で過ごしてください。ジャンボパイオリックっていう感じで、ご飯を獲得しました。フレンチトーストです。嬉しいんだけど、このままちょっと何日か行くんだよね。
フレンチトーストはやばいでも絶対うまいかも。昨日の夜は食べてないんだよ、本当に。いただきます。うん、うまい。ああマジでうまい。最高ですね。こういう時ゆっくり食べないと俺唇噛んじゃうんだよ。あとなんか、ああ子供の頃大好きだったこのお魚のやつ、これだかな。あ、マジうまい。食べたら眠くなってくる。うん、さあやってまいりました。ミッションのお時間でございます。人間ってやっぱり自宅な環境を与えられると。はい、はい、ということでミッションは拒否でございます。拒否したことない。やりますか。やるでしょそれ。あ、やるか。これなんかもう答えられなければ今やめれば100万円もらえますみたいな。ちょっとうるさ俺。今トランプが手元にあります。動いてるエレベーターの中でトランプタワーを完成させろー。マジか。はい、もうでかいので。はい、こんなでかいのできんの。トランプタワー僕らもやったことないんで。あ、未知数です。で今回私この中に入って、はい、ボタンを押してエレベーターを動かします。邪魔だわ。制限時間ちなみに1分です。1分のうちにピラミッドを3段ね。はい、完成させてください。3段できるかも。では早速。はい、はい、食い物いっぱい貼ってあんだよ。なんでゆで卵って。クリアした場合は、はい、豪華な景品がございます。そりゃそうだろう。想像もつかないと思います。いや本当に想像もつかない豪華な景品で、はい、めちゃくちゃハードル上げてるけど、それってやられる自信あるぞ。いや、ありますかなり。よーいスタート。ボタンタワーこうやってさ、ちょっと丸めるって知ってんだよ。10秒経過。動いてるからね、ちょっと難しいかもしれない。開ける時とかに、うん、そうだな。でかっ。おぉ、いいね。順調だね。3段目の一番下。おぉ、もう30秒来てますよね。え、マジ？マジですよ。残り20秒。20秒じゃねえんだよ。おお、残り10秒だよ。大丈夫？大丈夫？大丈夫、ちょっとそれ。面白い。あぁ、こんなの1分なんか無理。はい、終了。あー、いや、難かった、今の。これ誰か試しにやってみた？いや、誰もやってません。おかしいだろ、この難易度。けど、失敗してもね、一応、景品はあるんで。え、何それ？何もらえる？はい。ちょっとお待ちくださいね。フリトーさん、ちょっと。フリトーさん。もう3時か。おやつの時間で、おやつの。あー、置いてないで。今日は、景品です。はい。うわ、すごっ。はい。すっごい、一番鬱陶しいの知ってんじゃん。うざー。とはカビゴン求めてないよ。助けてー。こちらのクッション1時間後には回収します。眠くなってきた。じゃあゆっくりおねんねしてください。はーい。さあそんな感じでこいつをもらったんですけど、こいつの活用法を見つけたいと思います。え、いいじゃん、めっちゃいいじゃんこれ。あ、これが良かった。寝るの一番いい。熱っ。相変わらず眠そうですね。ちょっとだけ寝ました、ほんのちょっと。眠い君に、ミッションの時間でございます。素晴らしい。おー、拍手がしましろ。はい、ありがとうございます。それでは早速表面張力バトル。こちらですね、コップにあるお水ありますよね。はい。で、ここに石があります。はい。この石をですね、コップの中に入れて、こぼしたら、面白いじゃん。負けという。で、しかもですね、今回はエレベーターの中ということで、動きますよね。それも、計算に入れて、石をそのコップの中に入れてください。はい、そうです。そうですよ、僕も。あ、なんつったカミカミでしたね。ボンボンゾン、ボンボンゾンつってた。動いてる時に、もし水が少しでもこぼれた場合は僕の負けです。ちょっと俺ルール分かんないや、寝ぼけてて。じゃあ俺がちゃんと負けって言うから。分かった。はい。じゃあいい時間に座ってください。はい。じゃあ行きますか。はい、では早速先行後攻で。じゃあけんぽい。じゃあ俺から入れますよ。はい、では用意スタート。はい、入れます。はい。おお、いいですね。うん、じゃあ僕ですね。いいじゃん。いや、まだ全然いけるよ。いけるね。でかいのいっちゃおうかな。はい、まだいける。はい、3回押した。はい、どうぞ。
おお、そろそろ危ないな。いや、もうちょいいけるな。よし、行くか。うわー、はい、ました。あ、もう切れてる、これ切れてる、やばいって。これいやー、こう表面張力してますよ、これ。いきますよ、頼む。うわー、まだ表面張力してますやん。ちっちゃいのにしとこうかな。いやいいの、いいの、これはまだ大丈夫。めっちゃ揺れてんじゃん。軽そうな石、すみません。はい、頼むよ、マジで。うわー、怖え。ちょっと、A さん、はい、うっって言った時の振動がすごいんで、ちょっとやめてもらったんです。そんな僕、まあ、それでこぼしたらもうエイジ君の負けなんでいいんですけど、これならいけるはず。いきます。まだ大丈夫、まだ大丈夫。おー、まだいってる。いきます。お、すごくね。まだいけんの。頼む、まだ表面張力成り立ってくれ。おー、あ、やばいって。これは確実に表面ちょってんじゃん。これ終わったわ。はい、どうぞ。マジ頼むわ。あ、こぼれたー。やったー。面白かった。いや、面白かった。おめでとうございます。嬉しいです。何くれるんですか。じゃあ早速持ってきますね。100万くれよ。え、100万くれよ。あー、大丈夫、後であげる。くれるんだ、100万、うん、くれなかったら首に噛みつこう。ということで、先ほどみぞこ、え頼むよ、マジで。お前寝てたじゃん。じゃあ頼むよ、ちゃんと寝たじゃん。寝たんだよね、なんで寝てないやつみたいな髪型してるの。気を取り直していきましょうか。気を取り直さなくていいから、もう早く答え言ってください、はい、誰をくれるんですか僕。じゃあ先ほどミッションを見事処理したのでこちらでございます。ツッコミの方が漫才なんだよ、本当に。なんでミッション処理したのでコーラいただきます。はい、やった、嬉しい。ゆっくり休んでください。どうすか、コーラのお味は。うまい。てかね、マジでほとんど寝てなくて、なんか変な感覚なの。ねえー、ねえじゃないお前もうなんだよじゃないお前お前と動画撮るとなんか倍ぐらい長くなるわ。ありがとう、楽しいよ。楽しいでしょ。じゃあ頑張ってください。どうも、キョンちゃんです。ライトを交代交代じゃないと充電しながらとかで切れちゃうんですよ。しかももう夜の9時ぐらいになるんで。9時になるの。ソーラーバッテリーなんで充電できないですよ、もう。だ、あと2つはね、もう予備で取っておいて、1個しか使わないって感じなんで、部屋暗いんですよ。さすがにお腹減ってきたな。こっちの状況は、いまいち、あれです。一回見せるか。はぁ、あ。暗っ。どうも、きょんちゃんです。もう現時刻が9時半になってます。いつの間にか2日間は早いですね。狭いの嫌いとか言ってた気がするけど、こうね、嫌いじゃない。狭いの嫌いじゃない。俺この2日間ずーっとモンハンやってたから、信じられないぐらい強くなっちゃった。もうそれしかやることなかったから。あー、体つらい。暑い。その格好されると本当死んでるのかなって一瞬焦るんですけど。キョンさん、起きて。マジで寝てた。ミッションタイム。どんくらい寝てたかもわかんない。このミッションをクリアすると豪華景品がもらえます。そして今宵のミッションは、やばい、マジで、はい、大丈夫ですか。マジで寝ぼけてる。じゃあその寝ぼけた調子でやってくださいね。題してナーフ銃を使って的を当てちゃおう選手権。はい、ということでルールは至って簡単です。今からそちらの銃を使いまして、1階にある的ですね、当ててください。で、弾は8発しかございません。ちょっと待って、今何つってた本当にいいですか。はい、耳をかっぽじって聞いてください。弾当てればいいよね。そうです。10発しかないんだっけ。いや、違います。8発です。8発です。8発しかないので。制限時間はありません。あります。ありません、はい、勝手に作んないでください。マジ気絶する。では早速、はい、1階の方に行きましょうか。やっぱりもう今日2日目の夜爆睡かも、このまま。顔がすごい動いてたんだよ。やばいね、ちょっと寝てないのやばいわ、2日間やばい。では、あ、すごい的があるんで、はい、こちらの的を全て当ててくださいね。じゃあ行きます。的が5個ですね。よーく見てくださいね、探してくださいね、はい、よろしいでしょうか。はい、よーい、スタート。まずはあれでしょ。え、あ、やばい、下に向かって出たけど。2発。え、おっと、おっと、どうした。
もうポンコツじゃねえかこいつ。あれちょっともう一回やりましょうか。こんなことある、もう一回の案件ですね。ちょっとこれ整備不良ですかね。いやもう大丈夫です。大丈夫ですか。今ちょっと弾が、ね、出なかったんで、はい、もう一回最初から仕切り直していきます。よーいドン。気づかなかったぜ。おお。あ、2発、2発無駄にした。2発も出た、いっぺんに。あーやばい。おおおー、すごい。最後、でかいやつです。あそこか。うん。弾切れじゃないですか、これ。あミッション失敗。うわー、むずかった今。弾ちっちゃいし、これマジで狙いにくいか、でかすぎて。ではホームに戻りましょう。はぁ、ここがホームだよ、もうずっと。キョンちゃん、はい、ミッション失敗、はい、ということで、今回ご褒美はありません。しんどー。残念です。もういいよ、爆睡するから、これじゃ。では次のミッションまで、はい、ゆっくり休んでください。オーマイゲッチュー、マンジョー、マンジョー。キョンさん、はい、もう終わりでしょう。今日今日もさすがに終わりでしょう。今から、まあ、じゃんけんをします。じゃんけん、じゃんけんです。僕に勝ったらご飯と寝袋プレゼントします。頑張って覚えてきたやつとセリフじゃん、それ。覚えました、さっき。もし負けたらどっちか、どっちかしか。こんだけ喋れないで、マジで。俺より寝ぼけてね、やめてくんない、ほんとに。ご飯全然食べないモード入ってるから、なんなら寝たいから寝床の方が欲しいかもしれない。わかんないもんね、勝ったら両方もらえるもんね。そう、勝ったらね。じゃんけん。じゃんけんです。ちなみに、一発勝負ですからね。ちなみにだよ。お、ありがとうございます。じゃあ、いいですか。はい。いきますよ。はい。最初はグー。じゃんけんぽい。いや、負けるんかい。負けるんかい。残念ながら、どちらかのみです。寝ちゃえばいいから、布団で。わかりました、喜んで。喜んでもおかしいけどね。マジで監禁されてる気分。どうぞ。おー、そうそう、ハイサバカーシュ。おお、だって、だいぶ違うって。ウルトラマン太郎。あ、いらないってことですね。あ、いりました。はい、はい、そしてじゃあ、ゆっくりお休みくださいませ。はい、という感じで寝て起きたら終了です。2日目の夜、これもう多分このまま爆睡だと思います、マジで。ゲームのせいだ。ゲームについて気をつけましょう、皆さん。はい、時刻は12時です。このライトたちはすごく役目を果たしてくれました。そして僕はモンハンがめちゃくちゃ強くなっちゃいました。ホラーはぬるくなっちゃってもう見たくないです。ずっと置いてある。マジ気絶しそう、本当に気絶しそう。で、目明らかに眠いでしょ。今日もいいことあったよね。ハムだろ。とりあえずプケプケ来たら終了だと思うんで、簡単な感想みたいなものを言うとすると、空調が欲しい。ここのエレベーター自体は立派ですごい素敵なんですよ。でも3日間この中にいるってなると話は違う。暑い、苦しく感じてくるし、まあ毛布とかだったりとか飲み物だったり居心地よく快適にしていけばなんとかなるかもしれないですね。ダメだ、俺もう超寝ぼけて何言ってるか分かんないな俺。それじゃあ皆さん、マジで寝ます。電気は1個非常用に取っときます。楽しかった。ここの部屋とお別れですね。おやすみなさい。ダメだ、寝にくい。おはようございます。おはようございます。こいつやばいね。では、キョンさん、はい、3日間エレベーター生活終了でございます。素晴らしい。爆睡だった。爆睡だったね、最後ね。どうでした？ほぼ1回も起きてない。どうですか、最後一言。どうでした？エレベーターは移動するものであって生活するものではない。トクマの公式 LINE アカウントが誕生しました。
概要欄に URL あります。結構頻繁に僕がみんなに LINE を送信しようと思うんで、ぜひ皆さん登録してください。メンバーの Twitter だったりとか、他の SNS 関係、全部概要欄に URL 貼ってあります。ぜひ Twitter とかも遊びに来てくれたら嬉しいです。やめた。はい。恐怖症になりました。